今さら善人ぶっても無駄よ。生ポなんかもらえんよ。通報するから、うん、どうぞ。別に善人ぶってねえよ。普通に配信してるだけだよ。普通に配信してるだけよ。おしっこだ、おしっこ。ちょっと寒いな、外は。外っていうか、まあ、その廊下みたいなところは寒いけど。ここはまあ今トレーナー着てるから大丈夫じゃない？多分。まあ、生活保護を受けようかなっていうふうに思ってるよ。受けるじゃないけど、受けようかなと思ってる。ホテルではない、ホテルではない。店長、洋式だったな。昔ながらの作りは和式だったりとかするんだけど、洋式だったな。洋ね、あ、洋弁願います。あのね、俺、金属工場だったから、洋弁願いますってないのよ。手挙げて洋剣って言われるから、絶対に。そしたら、こうやって指さすんだよ。行く方向に指さすの、あの、金属工場は。普通の座って作業するところだったりとかする場所は、こうやって手挙げると要件って言われて、そうそう、担当台前って言って、担当台前で呼ばれたら、担当台前行って、トイレに呼べに行きたいんですけどって、仕事中はね、言うんだけど、溶接工場の場合はね、こう指さすんでね、声が聞く、そう、うるさいから聞こえないんだよ。行っても。だから手挙げて、でしたら要件って言われるから、この変なメガホンみたいなこんな使って、拡声器みたいな使ってさ、で、そう、こうやって指ささ、行く方向に。で、担当台前へこうやって指さして、担当台前行って、トイレが我慢できないようにお願いしますって言って。で、検診って言って、こうやって、何か変なもの持ってないか検診受けてトイレ行くっていう。まあね、彫りが深くて、まあちょっとこれコンプレックスなんだよね、コンプレックス。まだ喋ってるよ。いくらでもできるよ、これ。その眠気がなければ、まあ、今日の昼間は放送ねえよ、まず今日の昼間ちょっと無理だよ ね、まあ、ねお金かかるからさ、こういう場所ね借りるのも、刑務所楽しみか、本読むの、俺テレビもニュースとかそういうのとかお笑い番組とかあんま見なかったんでね、多少見たけど、まあ、本読むのかな、多分。刑務所行ったら、外の世界の自由とかありがたみ感じるね。それは当たり前なんだけどさ。お前さ、配信時間気が狂ってる。でも俺、まあ、なんか、これが元に戻ったなと思ってるけど。ニコ生時代こんな感じだからな、ずーっと。アーカイブ残してるよ。残ってない？多分残ってると思うぞ。まあ、残ってなかったらあれだよ。後で公開するからいいよ。俺、ロング配信、してたよ。ツイキャスの時も、前ツイキャスやった時もそうだけど、してたよ。本日、金梅さんとの件はどうなりました？金梅の放送見てたらわかるでしょ。金梅とのコラボ配信でしょ？金梅の放送見てる人なら多分わかると思うぞ。中止よ、中止。残ってる。あとでタイトルだけは変えるけど。どこに行ってもトップになれないよ。寝るときにも聞きたい。まあ、みんなね、寝落ちしてね、この900人いるけど、ほとんど寝落ちしてるから。大体俺の放送そうだよ。寝落ちしてんだから。で、気づいてまたね、このね、こうやってコメント打つっていうさ。まだやってんのかよっていうの多いからね。年末便所と会うのマジ意味わかんない。そんな約束、俺他の配信者に会う予定今年ないよ。来年もないけど、ないないない。もう今年は配信者に会わない。今緑のそのなんかだっけ、ヌマップ今日だか明日の、まあそれはもうちょっとなくなったから、あとはウォーキングか、暗黒ウォーキング年末誘われてるけど、それもちょっと行かないっていう風に言ったしね、誘われたけど、まあ、暗黒リスナーに。まあ、ないね。忘年会って、あれでしょ？誘われたよ、それも。それなくなったんだ、俺。その、俺が、まだ刑務所に入ってる間に、
俺を誘ってどうこうだこうだって言って、なんかちょっと俺をおちょくるような、バカにするような、なんかそんなのがあったから、そのグループラインでね。で、俺が出所してからそれ知ったんだよ。だから、まあ、そんなんだったら行かない。うん。面白い感じで行けないじゃん。だからやめただ。うん。別に、もう俺なんかいなくたっていいだろ、他いるんだからいっぱい。うん。そうそう。まあ、俺が出所するから多分みんな誘いたいだけだろうし。なぜ、まあ、それは、金梅の放送見てよ。金梅の放送、アーカイブ残ってるでしょ。うん。まあ、俺が、まあ、言おうがいまいが、まあ、そもそも、俺、あってのものじゃないしな。うん。いや、みんな見たがろうが何しろ、トラブル起こるようなところ嫌だよ。めんどくさい。俺もうそういうめんどくさいの叫んな。あと、リスナーの意見聞いて、参加した方が良くないかっていうのを聞いたしね。じゃあ、7割ぐらいは行かない方がいいってことだったし。まあそれはもう聞くよ、俺は。リスナーの意見聞く。まあ俺も行きたくないしな、正直。うん、だからまあトラブルが起こったりとかバンになったりするなら、そう、案件してね、ちゃん決まったことだから。うん、俺は今までそういうの聞かなかったから、みんなの意見を。うん、金梅との一つもなし、俺がまあいろいろ忙しいじゃん、自分のことをやらなくちゃいけないんだから。自分のさ、家とか決めたりとか、まあね、住民票とかもやったけど、いろいろさ、本当はやらなくちゃいけないことがあるんだよ、絶対に。絶対にか、ある、あるんだな、携帯電話の契約とかもどうにかしなくちゃいけないしさ。だからそういうのを含めて、もう今自分のことが優先、まずは。うん、そして次配信。で、誰かとコラボするしないって、もう、もう後の話だよな。まあいい、しょうがない。酒飲むと喧嘩になるし、まあ俺は喧嘩別に売らないけどさ。そう、落ち着いてからだよ。それは、まあ、みんなわかんないかもしんないけど、その、出たばっかでさ、居住地がね、居住地がなくてさ、帰る場所がなくてさ、自分の家がないんだから、金もない。そんな状況でやっぱりさ、その、何か自由にはできないよ。自分のことをまず優先でしょ、これは。生き死にに関わるもん。順序がやっぱりある。金梅さんもトラブル多い。でもね、俺金梅とか新八丁、あったりとかしたことあるけど、その中で俺がトラブルに巻き込まれたってないんだよね、あの二人は。なんか、萎縮するじゃないけど、なんか、その気使ってくれる、あの二人。多分。今までね。ね、この前もそうだけど、うん、俺が放送上で見てるあいつらとかいろんな奴らのコラボとは違うもんな、なんか、うん、ナスの忘年会のトラブル、まああるだろうね、うん、まああるよ、絶対にトラブル。俺はまあちょっと、まあ、ね、想像できるもんね、そんなものは。行く前から。うん、リスナーもそうだろうと思ってるでしょ、それは、うん。それがちょっと楽しみでもあるわけでしょ。そこに俺は参加したくないよ。うん、ちょっと俺はちょっと違う、そういうのは。大原モビルメンバーを集めたがる。あの、やっぱさ、そのみんなで渡れば怖くないではないけどさ、ね、少人数だったりとか、一人だったりトラブルが起こんないことでも、やっぱ大人数集まると、やっぱ勢いづいちゃうってあるんだよ、これは。みんなってわかるでしょ、それは。うん、あとは特に仮想配信者なんてさ、そうやって大手が集まってるところに来ればさ、有名な配信者が集まってれば、自分が出よう出よう、売名じゃないけどさ、ね、自分がこうやってみんなに注目を集めるように炎上商法じゃないけどさ、そういう風にやってくる人は いるわけだ、うん。だから、それを考えたら、まあ、俺はそこに巻き込まれたくない。俺で売名したりとか、そういうのはいいけど、俺、トラブルはちょっと勘弁してもらいたいもん、バンもそうだけど、うん。もう時代がそういう時代じゃないよ、やっぱり。
俺も配信サイト使えねえところばっかだから。そう、爪痕残んないよ。そう、巻き込まれる方は参っちゃう。聞きたいのはお前と金梅の話だから、俺と金梅のだからその骨待ちでしょ。だから俺がやることあるから、俺がやることを優先するって言ってんの。え、ダメな。まずもう居住地とかその家とかをさ、自分の家とかをそういう自分で一人でも配信できる環境を作るでしょ、まずは。もちろんこのね、日々の生活の資金ももちろんそうなんだけど、出てまだ9日なんだからさ、あんなすぐ落ち着かないって。親がいてさ、そこに住むわけじゃないんだから。何度も説明たい。まあ入れ替わり立ち替わりリスナー入ってるからあれだけどな。便所と絡んだのはショック。まああんま気にしないでしょ、出たばっかは。リンは出てきたばかりだからあまり分かってない。リンちゃんと俺知らなかったもんね。別に俺ってリンちゃんと喋ってないよ、ほぼ。挨拶程度で写メ撮ったぐらいでしょ。そもそもどんな子なのか、どんな配信してるのかも知らないし。まあふわっちの配信者でしょ。ふわっちの配信者、俺と絡んでも俺 A 版配信者だから、ふわっち無期限版だけどさ。だから意味がないでしょ。得がないもんね、そもそも。意味がない。あっちのリスナーは俺のところ来るかもしれない。俺のリスナーはあっち行かないよ、多分。わからん。まあ俺はあっちの放送に映れないんだから、出れないんだから、音声も。マントツ配信から始まった。そうなんだ。まあ、あんま興味ないかな。女性配信者で面白い配信者なんていないもん、俺は。見てる限り、そんな。一時面白い人はいるかもしれないけど。まあコラボ中心じゃないから、俺はそういう配信者じゃないからさ。エミ、わかんない、エミって、リカピーと見て、リカピーと仲いいの見て。俺みたいな、リカピーさんに対しては何も思ってないって。あっちも何も思ってないよ。だから前まではね、俺は付き合ってたからさ、リカピーさんはね。だから、あくまで、配信上はリカピー、ね、リカピーさんなのかもしれないけど、やっぱ、そのリカピーさんじゃないわけで、俺にとっては彼女なんだから、ね、本名の方なんだよ。でも、もう配信者リカピーなんだよ、俺からすると。お互いにそうだよ。それでいいんじゃない？まあもちろんね、別れてからだって経ってんだから。別れて時間が経ってんだからさ、3年だぜ、3年。約3年、もうすぐ。今2年半ぐらいか ?3 年だぜ、もうすぐ。な、俺が捕まる前だって1年以上経ってんだから、別れてから。連絡も取ってないよ、その間。お互い時間が経ってんだからさ。ツイキャス名はリカピー知らないから、コラボしてもつまらない。まあ、その、何もないよ。普通の配信やだよ。練馬いらっしゃい。だからその、恋愛感情的にもない。俺は。別に嫌いとかそういうのじゃないよ。ないない。放送。なんだろうな。まあその、俺はあの子の一番顔がタイプだったんだけど、やっぱり、年を取ったのと化粧をしたのも含めて、ブサイクになった子じゃないよ。ただやっぱ顔はやっぱ違うわけだよ。だからやっぱりその、俺が好きだった時の顔のタイプとは少し変わったと思うし、あとは中身も分かんないじゃん、それは。変わってなければさ、意味がねえしさ、うまくいかなかったわけだから。まあいろいろだよ、すべて。何がっていうわけじゃないけど。女装のお尻もぐらい。誰かを特別とかはないよ。
ただまあ配信者としてやっていくなら配信者ね、として頑張ってもらいたいなと思うよ。うん。全く知らない中ではないんだから、頑張ってもらいたいなと思うし、まあ頑張っていかなくても、配信者で頑張っていかなくても、まあ、ね、幸せになってもらいたいなと思うじゃん。それはリカピーさんに限らず今まで付き合ってきた彼女みんなそうよ。嫌いになって別れた人もいるけど、それでもその人たち幸せになってもらいたいよ。それはリカピースに限らずみんなそうだろう、うん。一回好きになった人間なんだからさ。うん、まああの人も自分の悪いところはリカピーさんも悪かってるだろうからさ、なかなかでもそれを変えるって難しいだろうし、俺ももちろん悪いところあるしさ、あ、まあ、大変、まあリカピーさんに限らずいろいろじゃね、なんとも言えねえ、キャスチューエッカー規制されてる、支援したいです、頑張って、ありがとうございます。なんで施設のこと友人宅、何の施設、うん、もうなんかそう、問題外だよね。その思い込みのコメントに対して、俺が答えて、じゃあ言ったところで聞かないでしょ。意味がない。ブチャラティーらっしゃいね、うん。その意味のないコメントを出してもな、俺が前みたいに怒るかっつったら呆れるよ。だってもう聞かないんだもん。言ったところで。都内限定、いやまあ東京か埼玉かなと思ってる、うん、東京か埼玉、うん、まあ動きやすい、いろいろと配信に対して外配信とかするときってことがあったりとか、まあ利便性かな。ジュンが少しだけだけど出生メイト見てない、たまにしか見ないんだな、うん、まあ埼玉でも東京に近い方の埼玉ね、うん、いや緑の方が高い、品川、うん、まあ便利だよ便利だよ、ただ、ね、まあ、川口方面だったりとかももちろんそうだし、まあ大宮もそうだけど便利だよね、まあ町で栄え、そこそこ栄えてるし、まあ大宮はすげえ栄えてるけど、まああたり東京に来るのも便利じゃん、うん、一本で来れるからね、時間もそんなかかんないし、うん、神奈川とかだとまた違うからな、横浜とか渋谷の方にはこうやって流れるけど、他はじゃあどうかって言ったら違うからな、ケーキを置いて、帰ってきた人を、まあいいんだよ。まあ言いたいことを書けば。わ、うん、まあ、ない。住む場所に関してはわからんよ。まあ、全然考えてない。出てきて。田舎でいいなら部屋あるけど、あの、なんかね、家を貸してくれるとか、一時住んでてもいいですよっていうのは、連絡来たりとかするんだけど、じゃあダメになった時追い出されるの嫌だからさ、やっぱ自分で結局借りるしかない。資金は2万円ちょうど。9日間でだから1万円ぐらい使ってるから、まあ1日1000円ぐらい、まあ1100円か。細かく言えば1100円ぐらい。まあもうちょっと使ってんのかな、小銭があったりとかしたから。だからこのままだとね、年明け早々には金なくなるのか、うん、まあ収入の当てがないからね、うん、だからまあまあどうにかなんじゃね、まあ、俺ポジティブだからさね、何の根拠もなく家賃の保証会社通るところ、俺ね福岡で家を借りようと思ってる時に全部通らなかったんだよ。全部。
どこの物件こうやって探して、保証会社がどこかわからないよ。わからないじゃん。全部のこれ、20件、30件審査通しても通らなかったぐらいだから、通らないんだと思う、俺全部。うん、保証会社ってグループになってて、A グループ、B グループ、A グループに例えば20件入ってる。B グループに20件入ってる。C グループに20件入ってる。保証会社ってグループになってるから、A 潰しても、A1 個潰しても、1個の保証会社、B 使えるんだよね。B のグループ、C のグループ使えるんだけど、それをね、俺、潰してんだよな、全部。多分。だからまあそこだよな。どうして通らない？今説明した通りです。だから、どうしようかなと思ってるけどね。まあそこも考えていくよ。だから大家直とかってなかなかないからな、難しいよね。まあどうにかするよ。